今日はどん兵衛の天そばとちょっとフライング気味な丸かぶじり丸かぶり丸かじり恵方巻きじゃないけどね、恵方向かないけどブリです。ブリの巻き寿司一本食います。食べよう。よし、食おっと。よいしょ。はい、パどうもパテマス協会でございます。というわけで、でんべい天そばと、あれ俺箸どこやったっけ、どん兵衛天そばと丸かぶりします。これ多分もう、あ、ハトの部屋かな、乗せよう。さっき七味かな、最近七味つけてくれてるもんね。これちょっとありがたいよね、あの外で食う人はね。俺みたいに家やとこう足せるけど、外の人って足せへんもんね。だからとのせ、僕結構先のせはねんけど、あとのせします。ちょっとつけとこう。でこれはここに和砂椒、わさび醤油作っとこう。ポトで醤油、うま口醤油って書いてある。もう1月も折り返しになるよ。14日ですね、今日ね。うん、ちょっとね、鼻水がね出てきてて、花粉症の予兆ですね。よし、というわけでまずこちらからいただきます。いただきます。ちょっと待てよ、あったかいものが食べたい。あ、おいしい。わっ、醤油こぼれたわ。気になるわこういうの。捨てとこ。はい、いただきます。うん、はあ、うまい。鼻水出るけどうまいわ。ティッシュ用意しとこう。ちょっと歯が吹く回数増えると思います。えい、うん、うまい。うまいな。ブリしか入ってない。去年恵方巻きシーンがね、今年変えたらやろう。うん、実は昨夜からね、スープにしてたやつがあったんですけど、ずっと4日ほど煮込んでたやつね、この間煮物って言ってたやつ、
きいのかな、おっとだよかな。それに水足して、さらにあのクリームシチューに入れました。コーンとまた鶏肉足して、人参とじゃがいも足して、昨晩からクリームシチュー夜飲んでます。何年かぶりのクリームシチューは美味しいな。トン、トントントン。うん。うん。わさびがねツンとするのでね、見てちょっと俺の顔に影になる。ツンとするのでね、鼻が通りそうな気がする。実は自分ね、あの回転寿司とか行くと絶対にあの安っぽい天ぷらうどん頼むんですよ。まあ、天ぷらうどんがなかったから今日天ぷらそばにしたんですけど、このカップ麺ね、なんかあれが回る寿司っていう俺の中では。確実に注文しますね。うん、絶対食べるもんってありますよね、あの寿司屋と関係なくて回転寿司で、うん、俺はそれかな、うん、関係ないってわけじゃないかもしれんけど、関係ないってわけじゃないかもしれんけど、うん、うまい。うまかった。というわけでポテモス業界どん兵衛天そばとブリの巻き寿司1本食べました。というわけでごちそうさまでした。美味しかったです。風が流行ってるそうですんで、皆様お気をつけなすって。